トヨタ TF-103 はトヨタが2003年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはグスターフ・ブルナー。TF-103 はトヨタのテストコースであるポール・リカール・サーキットで2003年1月8日に公開された。TF-103 はコンベンショナルな設計であり、チームの認識は前作の TF-102 の論理的な発展であった。 グスタフ・ブルナー、高橋慶三による共同設計策であり、一層の軽量化と高ダウンフォース化が図られた。一番の改良はエンジンであった。RVX-03 は2002年9月に初のテストが行われ、チームに軽量化と高出力の二つの恩恵をもたらした。エンジン改良の功績は、ルカ・マルモリーニによるものであった。シーズン中には、 空力面のアップデートが続けられた。スペイン GP ではディフューザーやバージボードを改良。イギリス GP ではサイドポンツームがシェイプアップされ、フェラーリ F2003 画風の放熱ルーバーが刻まれた。ドイツ GP ではバージボードを配してボーダーフィンを取り付けた。また、 ミシュランタイヤとのマッチングを最適化するため、サスペンションやセッティングの調整が行われた。ハンガリー GP のダミーグリッドに止まる TF103 ドライバーはクリスチアーノ・ダマッタドライバーランナップを一新し、BAR からオリビエ・パニスを迎え、2002年のカートチャンピオンであるクリスチアーノ・ダマッタが F1 へ転向した。 TF103 はそのパフォーマンスもレベルアップし、予選でトップ10入りすることが多くなったが、決勝でのレースペースにつながらないという課題もあった。イギリス GP ではコースに侵入者が侵入した際の混乱で、11周目には1から2を走行している。日本 GP では天候の巡り合わせもあったが、予選セカンドローに2台を並べた。結局はルール改正に助けられ、 黙ったが10ポイント、パニスが6ポイントと、計16ポイントを獲得して、この年のコンストラクターズランキングは8位となった。TF103 のステアリング。ありがとうございます。